人間界の女性はおしゃれさんが多いですね。人間界に来て私もお洋服に興味が出てきました。今はお仕事中なのでこの制服しか着れないですけど。いよいよこの日が来てしまいましたね。マスター、今まで本当にありがとうございました。マスターのおかげでノルマは達成。私も無事天界に戻ることができます。湿っぽいのはなしですよ。あ、そうだ、そんなマスターに今までの感謝を込めてスペシャルなプレゼントがあるんでした。どうぞ入ってきてください。じゃーん、私なりのサプライズです。まあこれも悪魔なりのいたずらってことで。はっ、ということは私計らずして悪魔の手伝いを。あー、リースさん、そんなに気にしないで、ジョークだからね。悪魔ジョーク。それにあなたもう水臭いよ。私にだってリースさんを見送りする権利くらいあると思うんだけどな。念のためリースさんに確認取っててよかったよ。それで実は外にお別れパーティー用にいろいろ持ってきてあるんだ。なんと、それは私も知りませんでした。こっちが本当のサプライズ、いたずらかな。ナナコ様、これからマスターのことをよろしくお願いします。うん、任せてリースさん。なんとって、リースさんよりこの人歴は長いんだから。それもそうですね。これからもずっとずっと隣にいるからね。だってそこが私の居場所なんだから。Me.
ねえ、起きてってば。おはよ。もう、まだ寝ぼけてるの？早く学校行かないと遅れちゃうよ。まあ、目覚まし時計止めたの私なんだけど。だってほら、私って悪魔だし、いっぱいいっぱいあなたにいたずらして立派な大悪魔を目指しちゃうよ。なんてね。だからさ、学校なんかサボっちゃって、私と一緒にいいことしよ。もちろんいたずらのこと。もしかして期待した？残念でした。あ、いたずらって言っても他の人には迷惑かけないよ。私がいたずらするのはあなたにだけ。だからね、遅刻とか学校とか今は全部忘れちゃって、ちょっと目を閉じてみて。うん、素直でよろしい。そんなあなたにご褒美をあげます。びっくりした？さあどうかな、不利かもしれないよ。なんて言ったって悪魔のいたずらだし。なんならもう一度目を閉じてみる？ギャルダンス2。